久保さん、髪の毛、なくなってきてますね、はい。久保さん、本当に絶対吐けないでしょうね。もう直毛みたいな。剛毛みたいな。はい、ということで、スマホ依存ですかまあ、あの今回ね、テーマはね、VR の世界に生きろと。VR の世界に生きろあ。あ、僕たちは VR の世界で生きている。僕たちは VR の世界で生きている。 まああの申し訳ないけども、スマホ依存とかそういうレベルじゃなくて、スマホがないと生きていけないというんですよ。依存じゃないんです。もう運命共同体です。インターネットは運命共同体です。じゃあ、スマホ依存。じゃあ、スマホ、携帯電話、インターネットがなかったら生きていけます、まあ、生きてはいけるけど、マジできついですよ。多分もう。もう生活に、なんだ、染み込んじゃってるんで、無理ですね。うん なんか、これに反論するんだったら、じゃあ、今日からスマホなくして生活ずっとしてくださいっていう <laughs>。多分、結構きついっすよ。うん。だから、なんだろうな、もう,うん、スマホ依存にならなきゃいけない、ならなきゃいけないってわけじゃないけれども、それを受け入れるしかないですよね。インターネットがある世界で僕たちは生きてるわけなので、もう、だから、どこで生きてるかわかんないですよ。だから、まあ、もちろん、そのリアルっていうね、ここのリアルがあるんだけども、 なんだろうな。僕なんか YouTube の中で僕が生きてるみたいなイメージですね、うん。YouTube の中で僕が生きている。だからどっちがリアルなのかっていうと、ぶっちゃけ言うと YouTube の方がリアルなんですよ。なんでかっていうと、今ここに誰もいないからです。僕の本当のリアルを知るために今ここに存在しないといけないですよ。あなたがね。でもそんなの無理じゃないですか。だから何見てるのかっていうと、YouTube 見てるわけじゃないですか。 ね、他の人もそうですけど、<laughs> あの情報見てるわけですよ。だそれがリアルなんですよ。わかりますだリアルはもう、インターネットの中にもリアルはあるよって話です。うん、だからなんか、スマホ依存っていう言葉が古すぎるんじゃないかなっていう <laughs>。運命共同体みたいな感じですね、もはや。うーん だからそれが嫌だっていう、かそれが嫌だっていう場合は、別にその、ローランドさんとか面白いんですけど、ローランドさんは、そのスマホを見る時間を、もう極力減らして、しかもなんかアプリ入れてね、もうあの、この時間になったら、だからウェブブラウザーとかね、10分しか見れないとか、なんかそういうロックかけるアプリがあるらしいんですよ。であとはもう 15時以降かな。15時以降は絶対スマホ触らへんみたいな,な、なんかボックスに入れるんですよ、スマホ。すげえ徹底してるな、みたいな。<laughs> だから、多分、ローランドさんは、まあ、ホストの仕事柄、まあ、ホストって、なんだろうな、お客さんと対面で飲んで、対面のリアルで、まあ、売り上げを作るっていうのをずっとやってきたので、やっぱそこを大事にしているっていうのがあると思うんですね。うん。だもし、ローランドさんの、なんだろうな、まあ、 ホストっていう仕事が全部バーチャル、ズームとかでもしまあ最初からそれが定着していたとするならば、ま,あ、また違ったあの考え方になるとは思いますけど、だからどこの世界で住むかです。だからインターネットの世界で住んでもいいだろうし、VR で住んでもいいだろうし、リアルの世界で生きてもいいだろうし、僕はインターネットの世界の方が楽ですね。ぶっちゃけ。もう現実社会は嫌ですね。<laughs> 現実、まあ、もっと具体的にならばあの、お付き合い、やりたくないですね <laughs> あの。愛想笑いしてあの、お付き合いして、嫌の、なんかねあの、飲みたくない人と一緒に飲んで、一緒になんかやるっていうのは嫌ですね、僕は。僕はね。うん、だからインターネットの場合は別に,自分,に発自分で発信して自分が、自分が発信することによって、自分が好きだっていう人がよあの来てくれるので、 その自分が好きだっていう人、しが絡まないから、めちゃ楽なんですよ。こんなね、楽園みたいな世界ないですよ。だから僕はもう、まあの、インターネット依存ですねもうインターの。インターネットの世界で生きるみたいな話ですよ。こんな楽な世界ないんで。であとはそれを、だから、どこで生きるかだと思いますね。僕がおすすめするのはインターネットで生きた方がいいと思います。うん、お金も稼げるし、うーん、なんだ、あー人間関係も楽だし、 うん、一人でもできるし <laughs>、出社もいらんし、めんどくさいことないしうーんあ、まあこれは時代が変わったんで、その時代に対してどう価値観をこう形成していくのかが全てじゃないですかね。うんだからまあ今後本当に VR の世界っていうのが、まあ、今ね、本当ゴーグルつけてその VR みたいなのが出てきてますけど、あのー、なんだ あの今後、地球の人口が爆発して、まあ、火星に行くか地球、宇宙に行くか、VR で生きるかっていう、多分その本当になんか二者卓越になると思うんですよ。だからか、体は消えるけれども、意識は残すのか、意識は CPU、まあ、そのデータとして残して、そこで住んでいくのか、それともリアルの生のね、体を、をそのまま使いたいのかっていう、僕ね、どっちでもいいと思うんですよね、どっちでも <laughs>。 <laughs> なんかそこに偏見とかないのでだからな僕が結構イメージしてるのは肉体なくなっても脳は残したいなっていうのはあるんですよね考えられるんでうんなんかもここまで考えてきたものをなくすのはもったいないかなっていうだから僕の脳があれば VR の世界でもずっと発信できるんでか何かに誰かにいい影響を与えるだろうしうんそうだから体はねなくなるのはしょうがないんですけど なんかまあこれからテクノロジーが進んでいくと本当になんかね映画とかでもありますけどその脳だけねこうあってねこうなんか命令していくみたいなそれも面白いかなと思いますけどねうんだからそのリアルがまあリアルも大事なんですけどねだんだんだ,んだけどなんかリアルが全てと思っている人は今後生きにくくなるんじゃないですかだってリアルが全てだったら就職先どうしますって話でリアルですよね 10年後亡くなる仕事もめっちゃ出てくるし、リアルしかダメです言ってたら、まあ、うん、きついですよね。だからやっぱ変化できない、まあ、この歴史上の、歴史上のその人類の進化の過程を見て、生物の過程を見ても、変化できない動物っていうのは消えていくので、それがもう世の常ですよ。変化できないんだったら消えていく。 時代に対応できないんだったら消えていく。氷河期に対応、なんかそのね、例えば砂漠に住んでる、砂漠で住んでる動物もいるし、砂漠に住んでる虫さんもいるし、でも変化してますよね。なんか水,水をなんか1週間分ぐらい蓄えるとかね。あれ変化してるから生きていけるわけじゃないですか。だけど、体変化させてなかったら砂漠で生きていけないですよね。でも変化してるから生きていける。サボテンとかもね。なんで生きていけるのかっていうと、 水なくてもまあまあいけるよっていう風に変化したから生きていけるわけじゃないですかじゃあ今日本が砂漠になったらどうします変化しないとダメなんですよって話でうんだからもう考え方価値観もどん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 変化させるっていうことが僕は大事かなと思いますねうんだから言葉の再定義ですね言葉の再定義っていうのが必要なんじゃないかなと思いますねうんあこれでいいですかねスマホ依存できてるんで言葉の再定義でいいんじゃないですかね うん、それが言葉の再起動みたいな。言葉の再起動。再定義。まあいいや。まあそれが今後は必要になってくるかなと僕は思ってますけどね。うん、別に僕は VR でも何でもいいです、はいうんそう。逆になんか面白そうだなと思いますけどね。だって、あの、た、う、ぶ、ん、なんかあのもし脳だけ残すんだったらどうなんだろうな。まあその,その世界になってみないとわかんないですけど、 なんかそのパソコンを起動するときにねパ、パソコンを起動したりとか、パソコンをシャットダウンするときって、パソコンに痛みってないじゃないですか。でも人間が自殺しようとすると、痛みってあると思うんですね。まあ死に方によっていろいろですけども、例えば首を切ってとかね、首吊りするとか痛いじゃないですか、嫌や,やすよね。だけど、ただね、なんか電源を切るだけで、フィーンみたいな。これすごくないですかで、また、なんかちょっと、なんかまた楽しみたいなと思ったら、また起動するみたいな。これすごないですかこれ。 痛み死ぬのに痛みがないっていう <laughs>。だから本当にやりたい時に起動して、自分の人生やりたい時に起動して、あの、いろんなことができるっていう。これすごないですかこれ最強だと思うんですよね、僕はね。うん。う最強っすよね。うん まあ今後どういう未来になっていくか分かんないですけど少なくてもこの30年で全く違う概念がまあ100%入ってくるでしょうね。全く違う概念ですね。この30年、もし地球があるんだったらこの30年でもうマジで変わりますよ。僕はそう思ってます。鬼のように変わると思います。この30年で。まあ10年スパンでもいいんですけど、圧倒的に変わりますね。もう時代の流れはもう止められないですね。これは。 まあそんな感じで、まあ、あのー、そんな感じですね。はい。だから逆にその久保さんはすごいと思いますね。だから久保さんがもしその新しい概念、麻雀店ずっとやってて、インターネットっていう新しい概念入れてなかったら、こんなやりとりしてないですからね。本当に。うに。だからまあ、久保さんのすごいとこはやっぱ取り入れられたってことこですね。で、取り入れて使いこなせるようになったっていう。 うん、やっぱそ,そのテクノロジーを使う側なのか使われる側なのか会社を経営する側なのか奴隷として働く側なのか従業員の駒として働く側なのかやっぱこの2社卓越かなと思いますね社長経営する側なのか雇用される側なのか YouTube で発信する側なのか、見る側なのか、これによって、まあ、大きく変わるんじゃないかなと思います。本当に。うん。はい。ということで、いってらっしゃい。